さん、明けましておめでとうございます。ありがとうございます。あ、花さん、髪切られたんですね。だいぶバッサリいきました、2023年。2023年に切ったんですか？2012月31日に切りました。あー、なるほど、はい、年最後の断髪式があっての、はい、もうすっきりね、切りましたね。でも僕も、初めての、はい、初めて会いました、うん、2023年、ね、人とというか、まあそのね、DJ あったりしたんですけど、はいはい、普通 の, なんかの YouTuber とかそういう中では初めての人です。2023年初の人ですね、はい。で、まあ、その中で、まあ、本当に今誰も人がいなくて2人だけなんですよ。そういう場所に来てま す、ね、誰もいないですよね。本当にもう真っ暗ですね、街灯もない、なんかね、はい、ちょっとやっぱお正月というか、ね、去年も本当ギリギリまでね、うんうん、なんか撮影というかね、はい、PR されたりなんかいろいろね、今もさっき車の中でもやってました、はい、花さん。で、まあ、もうちょっとね、人混みを避けてちょっと今日は岡山の、はい、真庭市の癖かな、癖、まあ、癖の中心からちょっと離れたところにある森吉神社ですか ね、 ですね。ちょっと森吉神社って書いてますね。守るに吉なんですよ。初めてだけど、まあ、なんか違う場所にね行こうかなと思ったんですよ。そしたら、まあ、夜なんで、まあ、真っ暗だったんですよ、神社が。でどうしようかなと思った時に、まあ、このちょっと明るい神社を見つけまして来ました。ふう、寒いな。さ、ね、寒いですけど、やっぱこういう寒さがね、逆になんかいいことあるんかなって、まあ、苦労しながらなんかその行くというか、ちょっと体をね引き締めて、こうやって階段をね一歩一歩登ってって、一段一段か。あ、でも結構いいですね。これはいいですね。なんかね、いい感じ、いい感じ。長さが、年も、僕にはちょうどいい。なるほど。手すりもあるしね。何なんだろうな、多分40か50段ぐらいですね。ちょうどいい感じ。いや、本当に。まあ、お年寄りの方はね、ちょっと大変かと思うんですけど、手すりはね、なんとかあるんで、まあ、ゆっくりね、歩いてもらって、もうその目の前に、この本殿かなあるということです。森吉神社、寒いな。ちょっとほんとシンプルな感じですけど、あ、ちゃんとおトイレも完備されてますと。はい。あ、じゃあ、あ、ゆりさん、はい、なんか飲む人いますよね。外国の人、外国の人なんか飲んでて、ああ、すごいね、いいですね、貸し切り。ダンボールがめっちゃ置いてますよ。え？ああ、でも、まあ、大丈夫でしょう。あ、自由に、ご自由に。お、お、お。なんていうんですかね、こういうのは。あ、これご自由にってのは、どういうこと？これあれじゃないですかね、その飾り物を。家に飾る用でもらってもいいってことだね。あ、なんですかね、なんて言うんだろう。あ、今ですね、本当にご自由にって書いてるんで、あ、と、じゃあ家に、はい、じゃあ僕もいただきます。すいません、ありがとうございます。これいいですね、はい、あ、じゃあ花さん、ごめんなさい、持っててください。あ、僕が持ちますんで、お賽銭を。はい、でもこういうの初めて、こういうなんか自分で、今年のゲイルさんの運勢ですね。はい、中吉でございます。おー、中吉、まあ、こんなんです。まあでも大吉よりかは中吉ぐらいのちょっと微妙な、欲張らないぐらいがいいのかなって、ね、ちょうどいいですか。はいはい、と、なんと、まあ私は大吉でございます。おー、来ました、やはり。ありがとうございます。ここからやはり何か始まるという起点でもある、はい、飽きない見込み確かなれば儲けあり。ありがとうございます、ね、恋愛読んでいきましょう。恋愛お願いします。恋愛一線を超えるな、一線を超えるな、はい、
一線を越えられる、なんか転がすじゃないですけど、なんかいい感じで行くな、あ、一線を越えるところまで行くな、はいはい、だからなんかそういう場面にもし遭遇したらちょっとそういう感じで一線は越えないように感じます。そうですよね、はい、でもまあ一応この神社の名前が守る日吉、はい、森吉神社なんで、はい、まあ、守る吉、はい、いいじゃないですか。でもね、花さんのこの今の、あの感じを常にねキープするような、神社かなって思いますね僕は。引き続きね、多分変わることなくこういう感じでやった方がいいのかなって思いますね。去年同様にね、焦らず、なんていうんですかね、一線を越えるなとまさにこうそういうことじゃないですか多分、相当古いです多分。なんか普通のね、普通の神社ってよりかはもうこれた、あの木の感じが多分江戸時代っていうかもうそれぐらい近いような感じだと思うんですね、これ見た感じ。うん、そう、この木の板の使いもなんかかなり古いというか、うん、このガラスとかもねちょっと枠が普通見ることないような、なんか昔のあれなんですけど、あ、花さんありがとうございました。どうもありがとうございました、今年もよろしくお願いします。こちらこそよろしくお願いします、そして皆さんよろしくお願いします。本当にたまたま通りかかって、まあ、ね、行こうかっていうか、もともと行く神社が真っ暗闇でやってなかったというか、僕のちょっとあの情報収集不足で、うん、と思ってたらここに明かりが灯されてて、なぜかここだけ明かりが灯されてて、はい、やってきた神社、うん、森吉神社、はい、もし名前間違えてたらごめんなさい、来ました。なんかで行ったらね、本当にご自由にお取りくださいっていう、なんていうんですかね、なんかそれなんていうんだろう、エマですかね、ちょっとごめんなさい、もうご自由にってなったんで多分無料だと思うんですけど、もしお金かかる、はい、ことだったらまた後日行きます、はい、ちょっととりあえずご祝って書いてあったので、ちょっといただいて、はい、家に飾ろう、神棚とかね、そうですね、で、ね、でもこういうとこあるんだなとちょっとびっくりしました。でも本当になんていうんですかね、この目の前にあるこの杉の木とかもすごい高いですよね、今思ったらめちゃくちゃなんか太いしね、多分200年ぐらいは絶対行ってますよこれ、そびえ立ってる感じですね、うん、だってもうお月さんが見えないぐらいそびえ立ってるとい う, う、ねね、なんかちょっといいことありそうな、はい、森吉、はい、森吉下森かちょっとあれですけど森吉神社、はい、来ました。皆さんもぜひ行ってみてください。とても素敵な場所で、ちょっと空気がねすごい澄んでるっていうか、そうですね、それはすごい思いました、ね、うん、で、はい、結構ね目の前の景色もね眺めすごい良くて、ね、階段の数がなんせそう程よいですね、50段ぐらいかな、ちょっと数えてないですけど、そう、うん、いいんで、長すぎず、そうです、ちょっと短めで体にこうきつくないというか、そうですね、よかったですね、はい、ありがとうございました。じゃあまた今年もよろしくお願いします。ありがとうございました。はい、この動画をいいと思ったらグッドボタン、悪いと思ってもグッドボタン、チャンネル登録もよろしく。スピチューブ、インスタグラム始めました。お得な情報、プレゼント企画はこちらから、フォローよろしくお願いします。